いい腕だな。見たところ傭兵のようだが、どうだい、俺に雇われてみるってな。断る。なあ待てよ、勘違いするな、やる気はねえよ。どうだい、一緒に金儲けしないか。あんたが仲間になってくれれば鬼に金棒なんだがな。金には興味なしか。女はどうだ、よりどりみどりだぜ。カジラ来ましたぜ。おう、じゃあな。守備はどうだ。へえ、上々で。でも苦労しやしたぜ、海賊の連中を巻くな。よし、よくやった。砦に運んでおけ。えいよう、どうした断ったんじゃなかったのかい。ああ、気が変わった。アカネイア大陸、セントアカネイアを中心とする七つの大国がひしめくこの地に、戦乱と狂気の神が降臨した。暗黒竜メディウス率いるドルーア国がカダインの司祭ガーネフと結託し、アカネイアに攻撃を開始したのである。ドルーアの力にアカネイアパレスは壊滅。英雄アンリの血と意志を受け継ぐアリティア国もまた帝国軍の前にひざまずいた。大陸は暗黒が支配する時代へ移り変わる。時にアカネイア歴602年、今から2年前のことである。ここを通るなら通行料を置いてきな。金がねえんだらおめえの命でもいいんだぜ。命を粗末にするとママに怒られるんだよ。何？なんだてめえら！マリティア騎士団、ガルダを解放するんだ。でも逃げる者まで追わなくていい。追わなくていいんだ。なんとお礼を申してよいやら。私はガルダの長を務めるピクトと申す者です。あなた様のお名前は。僕はマルス、マルス・ローウェル、アリティアの王子です。ではあなた様があのコーネリアス王の。はい。アリティアは滅びたんじゃなかったのか。英雄アンリの血を引く王子か。まだ若いな。ねえ、こんなところで話をするのは失礼よ。うちにお招きしたら。そうじゃな、もしよろしければ大したおもてなしもできませんが。ではお言葉に甘えて。兵士たちはタリスを出てから一睡もしていないので。どうなされました。いいえ、何も。
なんだ？アリティア騎士団？ああ、ガルダにいた海賊たちはそいつらにやられたらしい。そんなに強いのが？海賊が弱すぎたのさ。ま、いずれわかるだろうよ。奴らがアカネイアを目指してるとすれば、ここを取らないはずないからな。Thank you.